コンコーネ14番の歌い方のヒントをお話しします。アレグロジュストと書いてあって、まあアレグロなんですけど、あんまり速くない方がいいかと思います。なぜかというと、この最初のロングトーンの後にブレスをしてタタタタンって上がる8分音符があんまり速いと歌いにくいんですよね。ちょうどこの音域的にもボイスチェンジが入って歌いにくいところじゃないかなと思います。ちょっとアで歌ってみますね。歌いにくいですよね。どこでチェンジをするかは人によって違うと思うんですけど、できるだけそのファソラっていうのがはっきりと聞こえるように歌いたいです。難しいな。そう、それで3、4小節目のところはスラーが書いてあるのでレガートで歌いましょう。次のところも下りで8分音符がありますね。難しいな。難しいですね。バランスを取りながらクレッシェンドディミニュエンドがあってな、ロングトーンでね。でラファミレのところはピアノでおりますよね。クレッシェンドだけど、本当は一拍目のソのところソシに向かってクレッシェンドでシーラーソという下りのところがディミニエンドでした方がいいんじゃないかなと思います。教育芸術者の本にはそのように書いてあります。シードレから歌いましょう。13小節ね。シードレのシラソシレミファソラはアクセントが書いてありますけど、そうですね、お腹でこう圧迫というか少しこう横隔膜で、息の抵抗を感じながら歌うように、決して首じゃなくて、フェルマータに向かって19小節から少しゆったりした感じが出てくるといいかなと思います。そして、フェルマータ過ぎて21小節からが再現部。そうね、最初に言うの忘れましたが、ロングトーンをしている間に伴奏がっていう風にこう面白く動いてますよね。これを感じましょう。次の高い身の入りは丁寧に入る。小節のところ4小節目4拍目でピアニッシモが書いてあります。歌の方には2拍目から降りてくるフレーズのところスモルチャンドと書いてあります。これはこう柔らかく和らげていくとか、あとは火が消えていくような感じとか、こう少しこう勢いを消していく感じですよね。クレッシェンドで盛り上げたものをまたスーッと消していく。 Oh
に進んでいく感じ。ちょうどフェルマータがあります。まあ長く伸ばすっていうこともあるんですけど、それ以上にここで終わりだよっていう合図のように捉えていくのもいいかなと思います。ですのでそのフェルマータに向かって少しずつ緩やかさを持って歌う。特に和音がそれまでこう単調で歌われてきたものが蝶々の和音がついて終わってます。ですので最後の小節を超える時に少しこう次蝶々だよっていう予測を持って入った方がいいんですよね。だから少し間を取って入る。もちろんレガートで歌わなければいけません。調整の変化もさることながら、この合いの手が伴奏の方に入ってくるのをよく感じながら、そして8分音符のパッセージは慌てずに歌えるように練習してください。